はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はタンホール10のね、ちょっとアタックを見てもらいたいんですけども、前回ね、コウモリの呪文っていうのを、タンホールの10の、空回しに合わせ込むと結構使いますよみたいなね、動画を上げたんですが、それね、ちょっと私自身でこれ検証してみました。そしたらね、思いのほかこれが使えてね、で面白いなと思ったんで、ちょっと今回はね、動画2本、皆さんに見てもらいたいと思って、上げさせていただきます。まずね、まあ、これ私のサブアーカでタウンホール10なんですが、まあ、こんなような村ですよね。まあまあ、そんなに全開対策配置ってわけじゃないんですけども、まあまあ、レベル的にはタウンホール10のまあ中盤からまあ終盤っていう感じですかね。まあ、この攻め方はね、先に陸パートで、相手の、対空砲、あと、防衛軍アーシャークイーンを、追っていくと、で、最後はね、残った施設を、ラババルプラスコウモリで回していくんですけども、当然ね、まあ、こういう攻め方をやる方って、まあ、分かってると思いますけど、空を回すとき、厄介なユニットっていうのは対空砲、あとアーチャークイーンと相手の防衛軍ですよね。まあ、特に今回ライドラが入ってましたけど、ライドラなんかを食らっちゃうとね、まあ、結構なんていうんだろうな、そのバルーンとかじゃライドラ絶対倒せないじゃないですか。なんでこれが残っちゃうと、もう空はほぼ失敗しちゃうというところですね。で、それをまずこう陸で処理しておいて、で次はこう空をバーッとこう回してきますね。でここまではね、まあ、普通だと思うんですよ。ラバを出してからのバルーンでこう一気にバルーンを攻め上げていくんですけども、こっから本来ならヘイストをこうつなげるところで、後ろからね、こうコウモリ刺すんですよ。そうするとラバとバルーンがね、コウモリの盾になりながら、コウモリがどん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 こう防衛室を壊してくれると。で、ね、このコウモリも最終的にはまあやられちゃうんですけど、まあ、やられる前にね、十分にこう防衛施設の攻撃を吸収してくれて、まあ、当然壊しもね、こうしてくれて、まだここまで生きてますから、コウモリが。で、バルーンがこうきっちり延命することによって、最後残ったね、防衛施設にきっちりとこうバルーンが、行き届いていくということで、まあ、結構余力を残しての全開ですよね。こんな感じで。アシャクイもね、別にクロークなんかは全然使ってないし、バルーンもしっかり残っているしというところで、まあ、時間的にも余裕があっての全開という形になりますね。これね、どうでしょうね、あのヘイストを使うとバルーンのね、進行方向を読み間違えた際なんかにヘイストが無駄になったりするんですが、こういうね、コウモリを使うとそれがないですよね。ちょっともう一回ね、コウモリの動きに注目してみてもらいたいと思うんですけど、まずは、陸パートね。でね、なんで私こっち側から行ったかっていうとね、このアシャクイがこっちにいるんだったら、この右側からこう入ってもいいと思うじゃないですか。これはこれインフェルノタワーがね、マルチだからなんですよ。これね、バルーンだったりもう結構苦戦するんですが、特にコウモリですよね。これね、コウモリがもしもマルチなんかにたけられたら、もうあっという間に全滅しますんでね、あのコウモリ使う場合にはまず相手の配置をよく見て、インフェルノタワーがマルチが残っている中でコウモリを出すっていうことは絶対ないようにしてください。これ本当重要。間違って出しちゃうとコウモリ全部やられますんでね、もう絶対にやめた方がいいと思います。そこはよく見てくださいね。で、コウモリの動きこんな感じですよね。施設がこんな感じで残ってる中で、バルーンがね、外にこう流れそうになってるじゃないですか。これを中に戻そうとするようなね、動きをコウモリがこういう風にしてくれてますよね。まあ、ちょっとね、この次見てもらいたい動画ですごい顕著なんですけど、コウモリって、自分がね、そのいる、まあ、出された、タイミングから見て一番近い防衛施設を、まあ、当然こうめがけていくじゃないですか。そうするとこれどういうことが起こるかっていうと、バルーンがね、多少こうばらけて、ちょっと、ある、まあ、一区画防衛が残っちゃいそうだなっていうところに対してコウモリが当たってってくれるんですよ。でそうすることによって防衛施設がある一区画残っちゃって、それにバルーンが撃たれ続けてね、やられちゃうとか、バルーンの進路がね、おかしくなっちゃってすごい遠回りして、でバルーンが行ったり来たりしてるうちに全部やられちゃうとか、こういうことがね、なくなるわけなんですよ、このコウモリ使うと。これがね、ヘイストを使わずにコウモリを使う2つ目の利点です。
でね、もう一個目の攻めがこれですよね。で、今回は、ウォールバスターは使っていません。ビッグパートはね、あくまで食い火で回していって、突破兵器は、ボマーですね、ロックボマー。こいつを使ってますね。で、今回の攻めも、ラババルを出す前にやっておくべきことは同じですよね。まず、こう、防衛援軍。まあ、これも釣れたんでね、楽だったんですけど、釣っちゃって、で、壁の中にね、こう、食い火を入れていって、処理していくと。処理っていうのはごめんなさい、アチャクイとね、対空砲と、ここにあるマルチインフェルノタワーですよね。これ最低限処理しないといけないんで、これをやっていきます。で、まあ、ここでね、防衛軍も、レイジとポイズンできっちり処理してきましたね。そうしたらね、まあ、ざっくり目安は、まあ、この辺のね、耐久砲ぐらいまで壊せたらいいなっていう感じですね。まあ、そこからは、あとはもう食い火の仕事は終わりなんで、まあ、本来ね、この食い火ラバルって、食い火が途中で死んじゃうと、まあ、割と失敗するケースが多いんですけど、これね、コウモリを使うとね、あんま失敗しませんね。まあ、要はさっきも言ったように、この食い火っていうのはね、あの主要な防衛施設を壊す役目も当然あるんですけど、もう一個重要なのが、施設をこうカットしていってラババルがね、進む進路っていうのを作ってあげる、まあ、ルート作りの役割ですよね。これも担ってるんですよ。なんですけど、コウモリがいると、このルート作りをコウモリが、ラババルパートが始まってからやってくれるんでね、また全然ね、この空回しの楽さが変わりますね。で、これですよ。こんな形でラババルを出してロックボマーで、ロックボマーがある程度進軍したところでこうコウモリを出すんですね。そうすると見てください、これ、ね、バルーンとコウモリが面で進んでますよね。どっか1点が、ちょっとなんだな、行き過ぎちゃったり残っちゃったりってことがないじゃないですか。こうきっちり面で進んでいって、バルーンが行ったり来たりしないでね、しっかりこう同じ方向にどん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 攻め上がっているということがわかると思いますね。これがね、コウモリの力です。これ並走なんかやっちゃうと、今バルーンがね、見てもらって分かる通り、こっちもういいですよね。この辺から見ていくと、こっちにね、こういう風に流れていったわけですよ。じゃあこっちって何が処理したのかっていうと、全部コウモリなんですよ。ちょっとね、もう一回見てみてください。これ本当にすごいですから、もう衝撃的ですよね。で、コウモリがこっち側のね、一次三次面のカットっていうのをやってくれてる様っていうのが、まあ、印象的なんでね、まあ、ぜひ見てもらいたいと思うんで、もう一回、このリプレイを流しながら、コウモリの進軍にね、少しこう照準を当てて、動画を流していきたいなというふうに思います。で、まずここまではもういいですよね。食い火でしっかり、対空に厄介な、防衛系の施設を処理していくと、まあ、援軍含めてねやっていく。で、ここからロックボマとラババルを展開していくんですけども、今回ね、やっぱりロックボマを使いましたけど、ロックボマってタンホール10とかにおいては本当に強いですね。なかなか弾けないというか、ダメージの吸収量が半端ない。なので、ウォールバッターをね、まあ、使わなくてもいい場合には、ロックボマをね、こう使ってやってもいいかも、やった方がいいと思いますね。こういう攻め方をする場合には、特にコウモリってやっぱりね、体力が低いので、防衛室の攻撃、特にね、ウィズトとかを食らうと、一瞬で溶かされちゃうんですけど、ロックボーマーがいればダメージ吸収してくれますんで、はい、ここですよね。コウモリが、バルーンがみんなね、中に入っていっちゃって、残ったこの辺っていうのをコウモリがほら、こうカットしてくれるんですよ。これね、偶然っていう風に思うかもしれないんですけど、結構ね、必然的に私こうなってると思いますね。でもここで全部ね、ウィットにコウモリ焼かれちゃったんですけど、なんでね、やっぱりこっちに行くかっていうと、バルーンがみんな中に行っちゃって、ここが残っちゃってるから、コウモリはもう自然とこっちにこう向かうしかなくなるんですよね。もしこれコウモリがなかったら、この辺のね、アチャットとかが残ってずっとね、バルーンをチク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 ここを打ち続けるという状況になってしまったと思いますので、そうさせないね、このコウモリの呪文、ヘイストばかりをガン積みするんじゃなくて、コウモリをね、後ろから刺していく。これね、多分タウンホール10の新しいね、空回しのスタンダードになる可能性があるんじゃないかなっていう、ものすごいね、ポテンシャルのある攻め方なんで、ぜひね、ちょっと挑戦してみてもらえたらというふうに思います。はい、というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今度もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、カンクラにも遊びに来てください。では、本日は失礼いたします。バイバイ。